ローレンス・アダム・フランクは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨーク市生まれ、ニュージャージー州ティーネック出身のバスケットボール指導者。NBA の数多くのチームでコーチを務め、現在はロサンゼルス・クリッパーズの球団社長を務めている。ローレンス・フランクは1970年にニューヨーク市でユダヤ系移民の両親の下で生まれ、ニュージャージー州ティーネックで育つ。 高校も地元の高校で活躍し、大学はインディアナ大学に進学。名称ボブナイトのもで1992年には NCWA トーナメントでフィナール4まで勝ち上がるも、デューク大学に敗退。在学中は同じインディアナ州のパドゥー大学との対戦でも活躍した。フランクは大学までで選手としての活動に区切りをつけ、インディアナ大学卒業後に、 マーケット大学のアシスタントコーチに就任し、1994年の NCWA トーナメントのベスト16入りに貢献。1994年から3年間は、テネシー大学のアシスタントコーチを務めた。1997年、ブライアンヒルの誘いを受けて、バンクーバーグリーズリーズのアシスタントコーチに就任し、NBA でのコーチ業を開始。 2000から2001シーズンにより、ニュージャージーネッツのアシスタントコーチに就任。2004年1月26日には解任された、バイロン・スコットの後を受けて、ヘッドコーチに昇格。就任後13連勝を記録し、NBA ルーキーヘッドコーチの連勝新記録を受立。その後もネッツを、毎シーズンプレイオフに導いたものの、ジェイソン・キットを放出した2007から2008シーズン。 以降プレイオフ不出場が続き、さらに2009から2010シーズンは開幕16連敗を喫し、2009年11月29日に解任された。2010から2011シーズンはボストンセルティックスのアシスタントコーチを務め、2011年8月2日にデトロイトピストンズのヘッドコーチに就任。しかし、2009年以降プレイオフ不出場が続いている。 ピストンズを立て直すことができず、2012から2013、シーズンは開幕8連敗からスタートする有様となり、シーズン終了後に解任された。2013年7月26日、ブルックリンネッツのアシスタントコーチに就任するも、ヘッドコーチのジェイソン・キットと意見が対立し、同年12月に解任。2014年9月26日、 ロサンゼルスクリッパーズのアシスタントコーチに就任した。2年間コーチを務めた後、2016年6月30日に同チームの球団副社長に就任。さらに2017年8月4日には球団社長に就任した。ニュージャージーネッツのヘッドコーチ時代、当時マイアミヒート所属のシャキール・オニールを避難した際、オニールからローラ、ローレンスの女性名、と罵倒された。 ちなみに、両者は2010から2011シーズンに、ボストンセルティックスで共にしている。ありがとうございます。